おはようございます。今朝は2月1日朝7時3分ですね、はい。2月になりました。年末が終わってから、1ヶ月というところですね。はい。今日も一日仕事を頑張っていきたいと思います。それでは行ってまいります。はい。ただいま2月1日夕方5時36分ですね。はい。一日仕事をして帰ってきましたというところです。はい。あとはゆっくり過ごしたいと思います。はい。ただいま2月1日の夜の8時9分ですね。今日は木曜日の夜ですね。明日一日行ったら、まあ、休みなんですが、一応ですね、今ちょっと政治関係の話で、まあ、何かと、まああのまあ、私自身もある意味話題の中心にいるつもりで、おるんですけどもね、まあ、今の今は、まあ、そんな感じでですね、ようやくこう、まあ、私自身のこうなんというかあの活動が、まあ、世に、まあ、なん知れるようになってきたというか、まあ、そんな気持ちが若干しております。今日も、まあ、ゆっくり3チャンネルさんから取り上げていただいててですね、まあ、私の名前が、まあ、誰か他の人の、チャンネルから聞こえるようになってきたっていう意味では、まあ、なんというか、まあ、成果が現れていると言っても、まあ、いいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そんなことでですね、明日はまたサイ君との、2週間ぶり、いや、2週間前に3対3対談があって、その前、1週間前に対談をして、ますんで、まあ、実質3週間ぶりの対談ですね。まあ、その間サイ君もかなりいろんな動画を重要な動画を上げているんで、まあ、私も負けじということで、まあ、ちょっといろいろ意気込んではいるんですが、まあ、とりあえずですね、明日一日仕事をして、で、まあ、明日行って、そうですね、まあ、ちょっとギターの練習もぼちぼちやってるしですね、まあ、バンドこの動画も一生懸命作ってますんで、まあ、自分のペースの中でですね、まあ、政治の活動に参加しながらとは思っているんですが、ちょっと今が正念場かなという感じがしておりますので、まあ、そのあたりですね、まあ、やれることをしっかりやっていきたいかなと思っているところですね。はい。ということです。亀くんがなんかさっき餌をあげたらですね、結構元気に泳ぎ回っていてですね、可愛いんですけど、このレンズがですね、28ミリなんで、あんまりちょっと見えにくくて申し訳ないんですけど、はい。まあ、亀くんも元気と。で、ダルマリュウキンオレンジくんもですね、まあ、ひっくり返ってはいるんですけど、まあ、なんとか生きてくれてるかなという感じですね。はい。そんなところですね。おはようございます。今朝は2月2日の朝7時32分ですね。はい。ということで、今日も、まあ、今日は金曜日なんでですね、一日頑張って、明日、明後日休みなんで、頑張ってまいりたいと思います。それでは行ってまいります。はい。ただいま2月2日夜6時14分ですね。今日金曜日のこの時間というのは1週間で一番気持ちが高ぶる、まあその休日の前の日というか、まあこの時間帯というかですね、1週間頑張ったなという気持ちがしております。今日はですね、実はまあ、仕事で山をうろうろしていたんですけど、一緒に作業をしているですね、まあ、おじいさんの方と一緒に、まあ、おしゃべりなおじいさんがいるんですけどね、その人と、まあ、楽しく話をしながらですね、作業していて、まあ、やっぱり本当に経験豊富な方なんで、非常に、面白いお話を聞かせていただいたり、まあ、ちょっとうるさいんですけどまあしかし、いい、仕事を一緒にこうやってこう作業ができるのが、まあ、とてもいいことだなと思いながらですね、過ごしておりまして、で、まあ、うちに遊び来なさいよということですから、明日の朝ちょっと行こうかなとか、まあ、そんな話もしてたんですけど、やっぱり人とのつながりっていうのをですね、大事にしていきたいかなと思っています。やっぱり人間は一人では生きていけないので、やっぱりこう、なんというか、いろんな人とつながっていく中で、その自分の人生を豊かにしていくっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。誰かをですね、こう、陥れたり、あと誰かに迷惑をかけて、それで平気な顔したりと、まあ、そういうことっていうのはしてはいけないなと本当に思っています。はい。まあ、今ちょっと刑法の動画を作ろうと思ってちょっといろいろ考えたりもしてるんで、まあ、なかなか考えることも多いんですが、で、まあ、さらに今日は8時からサイ君との対談もありますので、まあ、頑張ろうかなと思っているとこですね。もうとにかくやることが多いんですよね、非常に。はい。まあ、でもそれは非常にいいことだから、まあ、頑張っていこうかなと思っております。
はようございます。今朝は2月3日、朝8時43分土曜日の朝ですね。はい、ということで今日は土曜日の朝、まあ、若干風っぽい感じはあるんですけど、まあ多分大丈夫かなというところです。はい、ナルマリウムがまだちゃんと生きています。ひっくり返ってますけど、まあなんとか生きていてくれるかなと思っています。寒いですね。はい、ということで、今日も一日、今日またやることは山積みですから、まあ、そういったことをですねやりながら、まあ、頑張っていこうかなと思っております。はい、ただいま2月4日日曜日の夕方4時41分です。ということでちょっと間が空いてると思いますが、昨日ちょっと歌を歌ったんでですね、カメラを移動させてたもんですから、それになぞらえてですね、またちょっと観察をサボっておりましたということで、でも日曜日ですということですね。まあ今日も1個動画を作りましたし、まあ相変わらずですね、非常にいい充実した日を過ごしておりますよというとこですね。はい、であとはまあちょこちょこ作業してですね、今日一日終わろうかなと思っているぐらいです。はい、一応水槽の掃除も若干しました。水替えもやりましたよという感じです。はい、ということで、あともうちょっと時間を、大事に過ごしていきたいと思います。おはようございます。今朝は2月5日朝7時20分ですね、月曜日の朝です。今日からまた1週間頑張ってまいりたいと思います。はい、ただいま2月5日の夕方5時の34分ですね。今日は仕事が終わってすっと帰ってまいりましたというところです。はい、金魚たちは基本的には元気ですね。ダルマリュウキン君はちょっとこっちの水槽に戻したんですけど、まあ、定位置でひっくり返っています。このポンプの下ですね。まあでも長く結構生き延びてるんでですね、まあ、頑張って生きてくれてるのは嬉しいです。はい、でカメ君たちも水槽もきれいにしましたし、まあ、今ミシシッピニオイガメ君がなかなか可愛い感じで泳いでるんですけど、ちょっと、まあ、カメラで見にくいかなとは思うんですけどね、まあ、ちょっと今カメラのレンズをちょっとこれ 28mm にしてるんでちょっと見にくいですけども、ちょっとしばらくはちょっとこのまま行こうかなと思っています。はい、ということで今日は結構寒いですね。はい、というところです。おはようございます。今朝は2月6日朝7時25分です。今日は火曜日の朝ですね。非常に寒いです。気温は4度ちょっとというところです。はい、それでは、今日も頑張ってまいりたいと思います。はい、ただいま2月6日、夕方6時22分です。今日はちょっと仕事が終わって買い物をちょっとしてたんで遅くなりました。はい、というところです。このライトをですねやっと変えまして、まあなんとか新しいやつに変えてしまいましたというところで、まあ、古かったやつはですね、残念ながらダメになりました。あ、ちょっとピンポンパールがちょっといじめられてましたね。めっちゃ白いやつがめちゃくちゃピンポンパールをいじめてる感じが今見て取れるんですけど、今度こっちはこっちでいじめられまってますね。これはかなりやっぱりこの和金の2匹はこれ気性が荒いんですよね。泳ぐスピードも速いし、かたやピンポンパールは泳ぐのが下手くそなんで、ちょっとまあストレスがたまるかもしれないですけど、まあ今のところは大丈夫とは思うんですけどね。はい、まあその他金魚たちは元気というところです。あ、でダルマリウキのオレンジ君もなんかちゃんと泳いでますね。昨日ぐらいから結構調子よく泳いでるんで、なんとか復活してくれたのかなと思うとすごく嬉しいですね。はい、というところで、今日は火曜日の夜なんで、また残りの時間をゆっくり過ごしたいと思います。おはようございます。今朝は、2月7日の朝7時22分です。はい、今日は水曜日ですね。はい、あ、割と寒いですねというところです。はい、それでは行ってまいります。はい、ただいま2月7日水曜日の夜の6時33分です。ということで、仕事から終わってですね、でちょっと買い物をして帰ってまいりましたというところです。はい、ダルマリュウキンのオレンジ君もだいぶ回復したみたいですね。非常にいいことです。はい、あとはまあ
基本的に金魚たちは元気と、亀くんも元気ですというところです。はい、今日はまだ平日中日ですので、あともう少し頑張ってまいりたいと思います。はい、ただいま2月8日の夕方5時33分ですね。仕事が終わって帰ってまいりましたと。ちょっと朝ちょっと忙しくてですね、取り忘れてましたが、こんな感じで、まあ、金魚くん、だるま龍金は、オレンジくんはほぼ復活しましたね。ちょっとこう、窮屈そうというか、体が辛そうな動きをしてはいるんですけど、まあ、ぷかんと浮かんでたのがですね、だいぶ良くなったみたいで、もう多分ダメだろうなと思ってたんですけど、なんとか持ち直したようですね。これは本当に、まあ、良かったなと思います。もうダメだろうと思ってましたからね。はい、ということで、明日一日行ったらまた、週末ですから、もうちょっと頑張ってまいりたいと思います。